今回はこちらの声優ニュースを解説していきます。どうぞ。あすみかなさん、未来に来てしまう。声優あすみかなさん、日だまりスケッチユノとか、ワーキング種島ポプラとか、ハイオレニャルコさん、ニャルコなどを演じる声優さんですが、先日未来に来ちゃったポストをして話題になっています。データで台本をもらっていた現場で、私以外の全員が紙じゃなくタブレットで台本を見ているのに気づいてしまい驚愕しました。ページめくりのノイズが出るのは私だけ。私のめくりを待っていただく時間が発生する。タブレット買います。絶対買う。未来に来ちゃったか、悪夢でも見てんのかと思った。ひえー。ということでね、あすみさん以外の全員がタブレットで台本を見ていて、一人だけ紙だった。未来に来ちゃった、悪夢を見ているようだった、という切ないポスト。タブレット派の声優さんが増えているという話はしばしば耳にしますが、まさかここまでとは思いませんでした。辛いのがね、ページめくりノイズが自分だけ出てしまう、自分だけページめくりの待ち時間が発生し、みんなを待たせてしまうという点かと。あすみさん曰く、アニメなど製本台本がある現場もあるそうですが、ゲームやドラマ CD などページ数が多い作品だとデータでもらって家や事務所で印刷するのが一般的だったそうです。これがタブレットになるとその手間も不要ということで、膨大な台本を印刷するのにかかる紙やインクの費用も節約できる。メリットしかありません。長期的に見ても安上がりかと。ただね、現場で入った指示を台本に直接ペンで書き込んでいくこともあると思いますが、タブレットだとそれができないので、この点はかなりネックになってきそうです。すると福縁美里さん、私もそれでタブレットに移行しましたとのこと。まあ声優さんのイメージってマイクの前で紙の台本を持って演技という感じだと思いますけど、これが今後はタブレットに変わっていくと思うとね、重くて腕が疲れそうです。野沢雅子さん、声優引退時期に言及。文学、映画、演劇、新聞、放送などの文化活動で創造的業績を上げた個人団体に贈られる第71回菊池寛賞贈呈式に12月1日野沢雅子さんが登壇しました。まあ、野沢さんといえばね、皆さんご存知、御年87のデイベテランで、ド根性ガエル、ヒロシ、銀河鉄道39、星野鉄郎、ドラゴンボール、孫悟空など数々の名作に出演されてきました。贈呈式で野沢さんこんな発言をされています。この頃は皆さんちゃんとお言葉は言っているが、こもってしまってあだかいだかうだかわからないような方がたまにいらっしゃる。それは損をしてしまっている。しっかり伝わらないから。そして野沢さんご自身は小学1年の頃に担任の先生から言われた言葉、文字で書かれた通りにしっかり言葉を発音することを今でも守っているそうでね、あと書いてあったらあとしっかり発音すること、100人いたら100人にあと聞こえるように話すことを心がけてきたそうです。でこの贈呈式の場であまりに衝撃な発言、なんとご自身の引退時期に言及されました。以前は最低でも100歳128歳まではできると思っているなんて発言をされていたので、まあ、ちょっと動揺は隠せませんでしたけど、これも仕方ないのかなという感じです。野沢さんなんとね、182歳まではやろうと思っていますと語られてました。なるべくではなく絶対182まで生きて字に書かれた通り発音してやっていきたいとのこと。まあレジェンド声優野沢雅子さんなのでやはりそうきたかという感じです。ネットでは嫌になるまで続けたいってことねとか、本当にそれくらい生きてほしい、先祖持ってる気がするなんて声もありました。ということでね、野沢さんのこの桁外れの現役続行宣言を聞いて僕もワクワクしてきたので、皆さんもワクワクしながら野沢さんが182歳になるまで一緒に応援していきましょう。山寺宏一さん、芸歴38年、まだまだひよっこだった件。12月4日山寺宏一さんがこんなポストをして話題になりました。アンパンマンのスタジオで芸歴の話に、佐久間レイちゃんが40周年、井上和彦さんと富永美奈ちゃんが声優50周年、戸田恵子さんは55周年、中尾流星さんはなんと66年。38年の自分なんてまだまだひよっこだなと思ったところに野沢雅子さん登場。3歳でデビューした真子さんの芸歴はすごい現場だ。ということでね、山寺さんとてつもない事実に気がついてしまったご様子。ちなみにアニメそれいけアンパンマンの現場で山寺宏一さんがカバオ、佐久間レイさんがバトコさん、井上和彦さんがカツブシマン、富永美奈さんがロールパンナ、戸田恵子さんがアンパンマン、中尾流星さんがバイキンマン、そして野沢雅子さんがシチューおばさんを演じています。野沢さん3歳で子役として映画デビューしており、現在御年87なので芸歴84年ということになるのですが、もはや伝説級すぎて考えただけで気絶しそうです。ネットではラスボス強すぎるやろ草、山寺宏一さんがひよっこ
といった声が、まあ、原作者もすごいけど声優もすごかった。アンパンマンはそんな現場です。種田梨沙さん、ダンス教室でナメプ返り討ちに遭う。4月は君の嘘、宮園香織、ご注文はウサギですか、リゼなどを演じる声優種田梨沙さんですが、この頃体力がなくなったらしくて、先日とあるダンス教室に通ったそうなのですが、ナメプして挑んだら返り討ちに遭った話が面白すぎなのでご紹介します。種田さん、ダンスを習いたいというよりかは有酸素運動をしたいと思い、軽く汗をかけるくらいを目的にしていたとか。でダンス初心者向けコースを予約。教室に来てみるとね、年配の方が多くて、なんなら種田さんが一番年下な感じ。ぽっちゃり系のおじさんなどもいて、初心者コースなだけに緩い感じかなと思います。種田さん、ダンスは仕事でもやってるし、基礎的なダンスという話だし、ナメプで挑んだそうです。ところがね、レッスンが始まって考えが一変。声優がライブでやるような動きは一つもなく、ガチガチのヒップホップだったそうで、先生もガチの人。さらに衝撃だったのが、その教室に通っている方々、長いこと通われているのか、皆さんめちゃくちゃお上手だったとか、年配の方々が自分よりずっと踊れている様子に谷田さん呆然。首、腰、足を同時に動かし始めたあたりで体がバグります。声優さんを教えるダンスの先生はマンツーマンでゆっくり指導してくれたのに、この初心者コースのガチ先生は一度教えるとどんどん先に進んでしまうそうでね、全くついていけない。ダンスが上手な生徒にかかりっきりで、谷田さんはいないもの扱いされていたそうです。そんな感じでレッスンが終わる頃には灰になっていたとか、ここにはもう来ないな、そう思ったそうです。で谷田さん元気なく更衣室で汗を拭いているとね、同じ教室のおばさんが、まあ心配になったんでしょう。あら、今日初めて？初めてじゃ難しいわよね。私も最初は何もできなくて、でも大丈夫。これから一緒に頑張っていきましょう。と優しく声をかけてくれたそうです。種田さん、もう二度と来ないと心に誓った後だったので、このおばさんの温かい言葉に心が痛んだとか。ちょっと脱線するんですけど、高校の席替えでね、隣になった女子が、これからよろしくねと言ってくれたのに、苦手な人が班にいたので、黒板の文字が見えないと言って席を代わってもらった時のことを思い出して、僕も心が痛みました。ということで、種田さん、やる前は私若いから動けちゃうかなとか思って舐めプレいた自分が恥ずかしくなったとか、結果、もう少し簡単なダンス教室を探すそうです。水沢文江さん、事務所退所と同時に衝撃の報告。水沢文江さん、ハートキャッチプリキュア、キュアマリン役などを演じる声優さんですが、12月1日、事務所青鬼プロダクションを退所し、フリーランスになったことを報告されてますが、同時に衝撃の報告をされていて話題になりました。こんなポスト。お休み中に半月板縫合手術を終え、今日からリハビリが始まります。声は問題なく出ます。とのこと。こちらがそのお写真なんですが、まさかの松葉杖なんです。こちらに対して声優さんたちからも、お大事に、フリーランス頑張ってこうぜだとかは、フリーになりますって報告が松葉杖姿の写真とはインパクトあるね、リハビリもフリーも頑張ってといったように、フリーを応援する声とリハビリを応援する声が多数寄せられています。水沢さん、その後こんなポストをされています。ちなみに私の膝は円盤状半月板という奇形で、生まれつき半月板が満月の形になっておりまして、真ん中の余分な半月板が断裂してフラップみたいになって、膝の中でパタンパタンしていたそうです。そりゃ痛えわ。ということですが、こちら膝周り、大腿骨と脛骨の間に半月板があって、三日月状の軟骨でクッションの役割をしています。通常は C 字型や O 字型で中心が空洞になっているそうですが、円盤状半月板は空洞がないため直接負荷がかかりやすく損傷しやすいとのこと。まあ生まれつきということで、さぞ不便で辛かったと思いますが、今は無事お仕事に復帰されているようなので安心です。水沢さんのホームページでは、様々なボイスサンプルと趣味のお菓子作り、部屋の DIY などの様子が紹介されていて、見ていて興味深かったです。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ訪問してみてください。 FNS 歌謡祭、声優界スーパースターのデュエット。12月6日放送の音楽特番 2023FNS 歌謡祭第1夜に、声優としては馬娘の方々と水木奈々さん、宮野守さんが登場。馬娘は馬ぴょい伝説を歌唱。フジテレビ局内を駆け抜けながらの演出で、皆さんめちゃめちゃ生き生きしていてね、やっぱ馬娘は最高だななんて思いながらも、狭い通路や階段を登る時なんかは怪我しないか心配でした。宮野守さんと工藤静香さんによるデュエットでは、工藤静香さんの楽曲ブルーベルベットを歌唱。水木奈々さんと郷ひろみさんによるデュエットでは、郷ひろみさんの楽曲How many いい顔を歌唱。声優ファンの自分が一番胸熱だったのが、水木奈々さんと宮野真守さんによるデュエット、塔の上のラプンツェルより輝く未来の歌唱でした。
この二人それぞれが歌唱力半端ないし、共に声優界のスター、お互いに見つめ合って微笑みながら歌っている姿はもうドキドキでした。水木さんと宮野さんのデュエットということで、 X ではアニメクロスアンジュのアンジュとタスクという声もありましたけど、他にも七つの大罪、マーガレットとギルサンダー、ドッグデイズ、リコッタとシンクなどの共演があります。はい、ということで今回は以上です。気になるニュースはありましたでしょうか？もしよければ高評価、チャンネル登録などお願いします。次の動画でお会いしましょう。